ドイツとフランスの対決、この試合の解説は岡野俊一郎さんです。岡野さん、この両チームが対決するというふうに決まった瞬間に、おそらく前回のスペイン大会のことを思い返した人は非常に多いと思うんですがね。その通りですね。私もその一人ですね。あの年の壮絶な戦い、3、そして最後のペナルティーで決勝進出を決める、はい、スペインのね、セビリアでしたがね、すごい試合でしたね。昨日もあの行きましたレストランで、はい、その試合の VTR 流してましたがね。そうですね、みんなそれに釘付けになってね、はい、ナイフフォークの動きが遅くなりましたね。そうでした。両チームのメンバーの中でこれまでと大幅に変わっているのは、西ドイツはベルトルトがレッドカードのために今日は出場することができません。そしてフランスのフォワードのロシトーが怪我のために今日は出ておりません。西ドイツはサークルの中に入っているのがルンメニゲ、そしてアロップ。今試合が始まりました。この両チームは戦前ドイツの頃からの対戦を合わせますと6勝6敗4引き分けという成績を残しています。そしてワールドカップでは1勝1引き分け、正確に申しますと1勝1引き分け、前回のスペイン大会は引き分けで、決勝に進出するためのペナルティーキックの試合でドイツがフランスを下しています。こちらが倒れました。両チームのラインナップ見ますとね、一番先に感じるのはフランスは確かにロシトを出ませんけど、はい、この大会はほとんど不動のメンバーと言っていいと思うんですね、はい、一方の西ドイツは試合ごとにメンバーが変わりますね。変わりますね。これはやはりチームとしての力がね、はい、フランスは安定しているということ。西ドイツの方はもう本当に宿泊区でね、相手によって一生懸命いい作戦を立てようということで、はい、メンバーを変えるけれども、逆に言うと安定したチームというものがまだ出来上がってないと、はい、いうことが言えますね。そのフランスのメンバー簡単にご紹介します。ゴールキーパーがバツ、そして6番ボッシ、3番アヤシュ、4番バチスト、2番のアモロス、12番ジレス、9番フェルナンデス、10番プラチリ、14番ティガナ、19番ストピラ、そして16番のベローヌが今日はロシトの代わりです。ジレスが上げました。一方の西ドイツはゴールキーパー1番シューマッハー、そして4番のヘルスター、2番のブリーゲル、3番のブレーメン、17番ヤコプス、さらに6番のエダー、8番マテウス、10番マガット、21番ドルフ、フォワードには19番のアロックと、そして11番のドゥンメニゲがどのポジションで今日は試合をするのか。プラチニとマガットが交錯しました。岡野さん、今日はドイツがプラティニをどうするかということが一つの大きなポイントになるような気がしますけれども。そうですね、立ち上がりだけ見てますとね、21番のロルフがついてるんですね。今のところこのままマンツーマンで密着マークしてプラティニを抑えるのか、はい、ここら辺がドイツの作戦のポイントでしょうね。流れの中で見ていかないとちょっと分かりませんね。予選リーグから次第次第にフランスらしさを出して、そして今やもう優勝候補にも完全に名前の上がっておりますフランス。一方苦しい戦いをしてきた西ドイツ。左を使います。中央にベローヌ上がっている。ゴールキーパーシューマッハ。岡野さん、今日シューマッハが出た時に随分ブーイングがありましたね。そうですね、いやー素晴らしい、出ましたね。出ました。フェルナンデスが行く、ストピラも行った、思わずフェルナンデスを抱きましたシューマッハ。ちょっと手首を痛めたようです。そうですね、倒れた時に手のつき方が逆だったんでしょうね。ちょっと手痛めてますね。まあプレーには差し支えないでしょう。6番のエダー、ブリーゲル、
ドイツはどういった狙いで今日の試合展開するでしょうか。私はねやはり守備中心だと思いますよ。守備中心ですか、はい、上がってきたプリーゲル、このプリーゲルも今大会途中足を痛めて休むようなことがありました。引っ掛けられたのは足首なんですがね、はい、膝にちょっと来たんでしょうね。膝を押さえてますね。まあ、こういうセットプレーにドイツはねヘディングは多少は自信持ってると思うんですね、フランスに対して、はい、まあ、フランスも強いですけどね。そのブリーゲルが上がっていきました。そういう意味では大事にしたいですね。前半の4分のセットプレー、まだ両チーム得点がありません。ブリーゲル中央陣、ルメリがゆっくり上がってくる。ルメリが上がる、さっさとこのブーイングの通りでね、はい、せっかくブリーゲル相手のタックルものともですね、本当に救世主のようにそれを踏みこえていったんですがね、最後のセンタリングがちょっとお粗末でしたね。しかしこういう格好が出てくるとね、フランスのディフェンダーあるいはフォワードがねやはり引っ張られますよね。そういう意味では速攻ができなくなりますからね、はい、いい手だとは思いますがね。違いない、違いです。やはりプラティンのところは21番のロルフがもう完全に密着マークですね、はい、もう一度フリーゲルです。中央から行きます。ドルフ、ベローナ、一番前にいるフランスのフォワードは今ストピラ、ヘルナンデス、後ろから打った、後ろから打ちました、バキストン。前半の6分のプレーです。ゲームの流れ自体がね、はい、割とゴツゴツして流れのないゲームだったら西ドイツのペースですね。あ、そうですか。そうじゃなくて華麗にね、はい、ボールがバンバンバンと回ると、ええ、まあ、フランスのゲームになりますね。あ、そういう意味でやっぱりこう見てると力と技も対決という感じ否めませんね。あ、そうですね。今回の西ドイツはちょっと技術的なものがフランスに比べると劣りますね。ゲルマン魂でこうカバーすると思いますかね、はい。ホイッスル、倒れた、倒れるときに引っ張ったというのが、そうですね、マテウスが手で引っ張られたんですね。8番のマテウス、ルメリゲ、ブレーメ、ベルトルトに代わって今日はこのブレーメが右のサイドバック。西ドイツ中央から行きます。で、ルメリゲ、あのは仕掛けましたか、ペナルティエリアギリギリとかですかね、はい、外で取るでしょうね。今日はねルンメニゲとねアロースボックに残ってるんですよ、はい、中盤にあまりルンメニゲ行かないんですね今のところは。いいところからのセットプレーを得ました西ドイツ。前半の8分です。逆サイドにフリーゲルも上がっている、そしてエーダーも上がっています。ボールを上げるならブリーゲルか、あるいはルメニゲか。ルメニゲはペナルティースポットに一番近い西ドイツのプレーヤー、そしてフォローをする形で21番のドルフがペナルティーサークルの中に残っています。前半の8分のプレー、西ドイツチャンス、両チームまだ得点ありません。パスはほとんど中央に構えている。慎重に送ってきた、ブレーメのシュートですかね。キーパーのバス
壁の疲れでちょっと見えなかったとは思いませんね。今の後ろを見るとね、はい、見えますよ。横に流れてますからね。で触ってるんですね。はい、触ってます、はい、ちょっとこの前の試合でね、見た彼の素晴らしいプレーから見ると今のは上手の手から水がこぼれたと言いますかね、はい、ちょっと寂しいプレーでしたね。岡田さん、前回は30丸だったんですが、今度はフランスの逆襲、動きがちょっと激しくなってきました。これで試合自体にですね、緊張感が一層出てくるんじゃないでしょうか。あのね、この1点は西尾市にとって大きいですよ。さっきも申し上げたようにやっぱりセットプレー、華麗な攻めっていうのはちょっと期待できません、はい、セットプレーとかコーナーから取りたいところ、見事に前半の8分ちょっと取ったわけですね、はい、こうなるとね、攻めのフランスはさらに攻めに力入れてくる、それに対抗する西尾市はこの1点でやっぱり勢いできますからね。そちら残りましたオフサイド。今日のラインマンはハンガリーのネメトさん、そしてユーゴのペトロビッチさんです。レフリーはイタリアのアニョリンさん。前半の8分にセットプレーからブレーネが1点をゴールに叩き込みました。西ドイツがリード。これまで5試合戦って得点4点でしょ。そうですね。それがこの大事な準決勝でね、はい、この早い時間に点を取ったっていうのはドイツとしては本当にでしたね。しかもモロッコとの対戦、まあ決勝トーナメントに入ってからモロッコとの対戦では終了間際にようやく1点を入れて1対0、そしてメキシコとはとうとう得点のないまま PK 戦という形で非常に苦しんでここまで上がってきている西ドイツ。そういう意味では早い段階でのこの1点が西ドイツの選手をおそらく鼓舞することだと思います。プラティニ、そして打った、ディエスのボレーシュート。得点にはなりませんでしたがね、いい形ですね。ベローンから折り返す、プラティニがヘディングで戻す、ボレー、これはもう得点を狙う一番いいパターンですね。それがまずこの時点で出たということは、はい、逆にフランスの方も十分1点のハンディ返せるだけの自信を持っていると思いますね。ドイツが一転してにわかに動きが速くなってきました。岩田原ハリストスタジアム、決勝戦進出をかける両チーム。ドルフ、ドルフはマンツーマンでプラティニをマークしてますがね、はい、味方のボールになった時は攻めに上がるんですね。そうするとプラティニが一応追わなきゃいけないけど、今のような場合追ってないんですね。そうすると攻めの中でいい形が作れますね。ロルフがフリーになる、はい、ということですね。逆にそれ気になるとプラティニは行かなきゃいけませんからね、はい、この作戦はいい作戦だと思いますね。扉21番はロルフ、ホイッスルは西ドイツに対してフランスボールです。前半の12分1対0西ドイツがリード。こういう形でのね、はい、西ドイツの反則は多分多くなると思いますよ。ゴールまで30メーター弱、プラテに一旦止まりました。シューマッハーは中央で待っています。直接いった、もう一度プラテに、逆に西ドイツカウンターアタック。ロルフへ出ますね。今日の試合のキープレイヤーになるかもしれませんね。下手には左サイド、つながる、キレッツ
でしたね、今のところ。実に綺麗なパスでね、ジレスシュートできたんですがね。ブリール、トゥメニエ、トゥメニエ。まあこの辺のゴール前の小さな技術はフランスの方が十分に見せてくれます。今のはオブストラクションですか、プッシングだったんだと思いますがね、レフリーが手を上げるかどうか、オブストラクションなら感じるんですがね、はい、しかしそれにしてもチガナのドリブルというのは、非常にね華麗でね、そんな力強さ一見ないんですがね、はい、うまく相手の体と入れ替わって尻抜けていきますね。離れていくプラティ、3人並んだ西ドイツ、プラティに上がる、プラティにシュート、オフサイドとりましたね、入ってもゴールじゃありませんが、はい、プラティにではなくて今突っ込んできた方ですね、プラティにが、オフサイドはプラティにですか、ありません、今入ったボッチです、誰か入ったボッチの方にオフサイドですね、はい、前半の15分、やっぱり見せてくれますね、両方ともね、はい、1対0と西ドイツがリード、この両チームは84年にワールドカップの後一度だけフランス、西ドイツの国別の対決をしています。その時は1対0でフランスが西ドイツを下しています。中央に待っているコピナ、コーナーキックです。アリストスタジアムはやはりブラジルに勝ったフランスの方に対する応援が多いようですね、はい、ボールが上がりました。するのはプラティニ、もう一度フランス、今度はチガナ、ジレス、スライダーにひどい、こいつがありません。岡田さん、ボッチがずいぶん上がってますね。え、1対0でリードされてますからね、はい、オフサイドを取りました。ブラジルの超スピードなスーッと上がっていくプレーでしたが、旗が上がりました。ベローヌ、中央にプラティニ、そしてストッカーも待っている。スルーして。チガナ。これは悪い。フェルナンデスと息が合わなかった。危険なプレー、関節フリーキック。前半の8分に西ドイツはフリーキックから、ゴール前のフリーキックからブレーメがダイレクトでバツの手をかすめるようにしてゴールを襲いました。西ドイツ1点を先行しています。1人倒れているのはフランスのフェルナンデスです。メーター上がります。こいつだって西ドイツボール、先ほどはちょうどこのポジションと逆のサイドの似たような位置でした。点を先行している西ドイツ、岡野さん、先ほどのプレーのような後ゴールキーパーのバツにしてみますとね、はい、心理的にはどういう状況ですか。あまり良くないですね。あ、ポロリですからね、率直に言いましてね、たまってて脇の下からこぼれて入っちゃったんですから、やはりちょっと心理的には今落ち込んでると思いますね。飛んだ、
半の19分。ヘーダーですかね。ヘーダーですね、はい、こういうのはね、一つ一つ積み重なってるんですね、はい、なぜかというと1対1の競り合いでヘディング勝てるぞと、ディフェンスの方はちょっと怖いなと、はい、こういう積み重なりがね、精神的な優位というものをもたらしてくる、はい、それがスタミナという意味でも、ね、西ドイツの場合だんだんフラスになってきますね、相方たちを取ると。マシンフットボールというふうな異名を取っている西ドイツのサッカーですが、この大会に限って言いますと、どうもあまり高性能のマシンというふうなサッカーをまだ見せてくれておりません。フランスはティガナがかなりこの積極的に動いて、前線にいるそのプラティニを中心として作るというふうに見えますけれども、はい、あのね、ティガナがちょっとかかり目ですからね、はい、非常にいいポジションに上がっていくんですね。それを西ドイツのディフェンダーもうちょっとチェックした方がいいと思いますがね、なかなかああいう上がり方されると、はい、掴みにくいとは思いますね。しかも西ドイツのディフェンスはプラティニに対して相当意識がありますでしょうからね、はい、ただ一つ言えることはね、はい、フランスのパスにちょっとですがね、はい、誤差が大きいますね。またティガナです。タイミングがね、はい、ティガナから出るパス、あるいはこれが返ってくるボール、ほんのちょっとですが、いつもよりは違うんですね。そのためにいい展開ができない、狙われますね、こういうふうに。他を見たために捉えてしまったフェルナンデス。メダフリーゲル、アロス上がる、アロス上がります。アロス上がって順で逃げもゆっくり上がってきたペナルティーエリアの中、肩が上がってスローインです。西ドイツボール。前半の21分を経過。フランスとしてはブラジル戦でも先行されて追いついてますからね、はい、まだまだ自信は持っていると思いますが、パスのほとんどちょっとのタイミングの違いというのは気になりますね。それに対して西ドイツはこれまでの実績から、今大会の実績から今日の20分はどうですか。とにかく1点取ったということだけが大事なことになりますね。中央から、あ、いったですね。形を作りましたが、前半の22分低いボールで取りたかったですがね。逆にソキラ中盤を取りました。素晴らしい判断ですね。まあ、あのコースが一番怖いんですが、逆に言うとやっぱりあそこに飛び出してくるというのはね、ゴールキーパーの自信の表れなんですね。いい判断で出ましたね。上がっていく左サイドバックアモロス、中央にはプラティニ、プラティニ、今のはプラティニを壁に使ってジレスのシュートという形を狙いました。フランスです。しかしディフェンスがちょっと足を引っ掛けました。どうしても西ドイツとしてはね、こういう反則を食ってたもんですね。なるほど、はい、これがだんだんペナルティエリアに近づいてくる、はい、あるいはさらに今のように左サイドになる、ブラティンの得意のフリーキックの見せ場ですからね。ファールする以外止めようがないということもわかるけれど、あんまりピラルテリアの近くでのファールは命取りになりますね。シュマカーは真ん中に歩いてきた。真ん中からファーサイドのポストに近い方、中央からわずかに1メートルほどボールに向かって左側にポジションを取っています。蹴るのはブラティン。一度一度全員が引きましたね。一人も前にいません。ラティリッター、コロさん、ニュースですか。そうです。
なんかね、今日のフランス見てると、ほんのちょっとずつクリーがゲームに出てきてるんですね。これがいつ修正されるか、この修正が行われないとね、ひどいスペースに入る危険性がありますね。フランスにとってはちょっと危険です。よくディフェンスしますね。ヤコブ、ペロン、ペロン上がる、プラスに曲がる、ロドクからボール、カウンターアタックに進む、ドイツ逆サイドルメインへ、残ったボールはアロス中央にルメニ、逆サイド誰もいないんですよ、左に流れると。これ真ん中からマート、ルメニ、周りが見えてませんね、残念ながら。もう完全に左サイドにね、はい、悔やまれるプラティニのプレー。ミドイツの選手がさっきから一人ゴール前で倒れてるんですがね、ミドイツタッチアウトするでしょうね。ここで倒れているのは画像は捉えておりませんが、エーダーでしょうか。背番号ここからちょっと確認することができます。ロルフですね、はい、ロルフが倒れました。この間に他の選手は水の補給を受けています。さっきのね、プラスになんか本当に大きかったでしょう。好調だったらあんなプラスにしないですよ、はい、そういうところに残りのあるかですからね、ボールコントロールに少し差がないですね。まあ、全般に見てますとフランスの方がボールタッチについては何か正確な感じを受けますけれども、これまでのフランスのボールタッチから見ると岡野さんの目で今日はもう一つ足りないということですね。そうなんですね。もうフランスの本当に華麗なパスというのはね、逆に言うとタイミングコースというものがもうポイントなんですね、はい、ところがそのタイミングコースが少しずつだけどずれてるんですね。毎日のように夕方から夜にかけて決まって雨が降っているグアダラハラ。フランスも綺麗ですね。ドイツの選手が自らタッチアウトした、はい、このボールちゃんとゴールキーパーに戻しますからね、ドイツの方に。こういうところは気持ちのいいプレーですね。ブリゲル、ブリゲル、フェルナンデスが詰まれましたね、ブリゲルに。ゴール前に勢いとおりません、このフェルナンデスはまだシールドの上で仰向け、ちょっと頭を抑えるようにしております。フランスゴールなんで、これまたさっきと同じようにタッチアウトするかもしれませんね、はい、あるいはフェルナンデスが立てば続けるでしょうがね、はい、アシストがフェルナンデスの方を見て今タッチです。岡野さん、このフェルナンデスのストッキングをしてませんしね、はい、それからブリーゲルもしてませんね、ストッキングを下ろしちゃうんですね、はい、まあ、こういう選手出てきてね、特に2人ともディフェンダーですからね、ある意味でいけば激しいタックルしなきゃいけない、怪我を考えたらやはり爪当てみたいなものをプロテクター入れるべきなんですがね、はい、選手によってはこういうのをない方がなんとなくに身軽で走りいいと、はい、そういう感じを持ってるんでしょうね。両チームともこの後勝てば決勝戦ですから、当然選手の怪我については十分慎重に対処しているはずです、まあ、それだけ選手にもそういうことは常識として入っているはずですが、その前にまず勝つという、後ろ行きもちゃんとブリーゲルがスローインでフランスに渡しましたね。激しい中にもやはりこういうスポーツマンシップっていうのはスポーツの原点ですからね、気持ちいいです見てて。フェルナンデス、スローインです。ペローナ、気が長いとこ行きますね。今日これもまた岡田さんの
摘があるかもしれませんが、今のはね、ヘルスがね、あそこへ縦にずっと走るこっち側は読んでたわけですね。そういうところにね、選手自体の同士のちょっとした意思の疎通欠けてる部分は今日は見られるんですね。ですから流麗な流れるような動きが出てきませんね。前半の29分、このパッチもそうですね、反則なりましたけれどもね、はい、今のだってもう完全にベローネへちょっと当然渡っていたってパスなんですがね、タイミングがずれてますね。ブリゲル、ビーダー、ブリゲルもあなた、ブリゲルスライダー、もう一度エダー、戻した、ブンベリゲのシュートも弾き返されました。そしてヤコップ、繋いでいる西田、中央からもう一度、マテウスのシュートでした。前半の29分のプレーです。あれはある意味では致命傷だったですよ。シュートがね、正面したしパスがよく反応しましたけど、ああ崩されるとフランスのディフェンスちょっと今日は考えますね。私見てるとね、危ないなという感じが多いですね。初めてこの試合で西田がフランスのディフェンスを崩していい形を作りました。こちらボールが上がってヘディング、スラピーのヘディング、連絡部ホイッスルが鳴っています。自分で飛び込んで顔をぶつけましたね。まあ、今ペケンバーワー監督ちょっと心配そうな顔してましたけどね、はい、今まであんまり点入れてリードしたゲームがないんでね、逆にリードすると心配ないんじゃないですかね。そのペケンバーワー監督はベンチから外に出ていて捉えた映像です。岡野さん、ゴールからゴールまで速くなりましたね。残りあと15分を切っています。西田エースはチャンスに速攻やるのはいいですがね、はい、あまり攻めを急がない方がいいと思いますがね、作戦としてはね。3番のブレーメがディフェンス、これは前のパスを出したプレイヤーに対するファウル、3番のブレームに対するファウルですね。アリストスタジアムはフランシア、フランシア、フランスの声援が大きく渦を巻いています。1点をリードしている西ドイツ、フランスがシュートを打ちました。前半の31分、アモロスはシュート力がありますね。これまでの試合、今日の西ドイツはブリーゲル、左のサイドバックを比較的上げる形の組み立てが多くなっています。元来右にはベルトルトという若手の有望な選手がいるんですが、この前の試合でレッドカードを受けて今日は試合に出ていません。投げます、アロップ、ルメリング、いい展開ですね。ライテブレーメン、ブレーメン、ルメリング、ある、繋いだ、繋ぐ、もう一度シュート、シュートはちょっと勢いがありませんでしたが、この前のシュートは見事な形でした。何かこれまでの西ドイツは違った、こんな力が今大会もあったのかというような、そんな感じを覚えさせます。ゴール前でね、ショートパスは割れてよく通ってますよ。通ってますね、ギラス型に通りません。1対0と西ドイツがリード、フランスも自分たちのリズムを作っていますが、西ドイツが時々素晴らしいゴール前のつなぎを見せてくれます。小さくつないでロルフ、ちょっとこれは届かない、
岡野さん言われたようにドルフがかなり重要な役を今日してますね。そうですね。今のプレーあたりにちょっとキラッとですね、フランスの焦りが見られますね。マガトは打ちますが、もう一つなんて言いますか、パーンという形じゃありませんね。パスシュートに鋭さがないです。しかしね、今なんかエダーとね、マガトでなかなかいいサイド展開、相手のバックの裏狙ってますからね。こうなるとフランスのディフェンダーが攻めにちょっと出にくくなりますね。6番のボシ、今日はフランスのボシは積極的に攻撃に参加します。そしてフェルナンデスが下がりに、早くも日ドイツは前進に全員が戻ってますからね。こちらジネス、壁を使ったフリーゲルフェイダー、1対0と日ドイツリード、前半の35分です。もう一度怪しプラチニへ通りません。プラチニが動いてないですね。今はということはプラチニは足元で欲しかったんですね。ところが怪しは前に走ると思って出してる、はい、持ち上げてるように選手間の意思の疎通というものに一つ狂いが出てますね。フランスはそうなるとドイツ戦いいですよね。今のところフランス選手の間にもちょっとしたイライラみたいなものが出てくる可能性あるわけですね。ありますね。4番のフェルシカ、これでいいですね。西ドイツはゆっくりボール回して、少し日差しが強くなってきました。ハリストスタジアム、佐野さん、フランスは同点にするためにはそのパスを正確に出すというふうなことを考えるのか、それとも何か展開で勝負するのか、どういうふうにするんでしょう。あのね、ええ、申し上げているようにとのお互いの動き、パスのタイミングのズレがありますけどね、はい、それをいちいち気にしてたらなおさらうまくいかないですね。はははは、ですから思い切ってやっぱりやった方がいいですね。何度でも自分たちの得意のプレーを繰り返して、そのうちに自分たちのペースに相手を沈み込むことができますから、繰り返しやらなきゃいけません。ゴール前でのつなぎを西ドイツが防いでいる。西ドイツのカウンターアタック持っていきます。西ドイツ持っていく、負けろ、追いつかれません。あそこに本当でしたらもう一人寄ってやる選手、あるいは受けてやる選手がいればという。そうなんです、サポートする選手がいなきゃいけないんですがね、誰も行かないですね。危ないですね、これは。ドイツは中央にソピラ待っている。ボールを上げるか、ソピラの頭に合わせるか、もう一度違い、フラッシングもいく、シュート、シューマスター、ハジーさん、その判断も良かった。怖いですよ、こういうシュートね。前半の38分のプレーです。前半38分を経過して1対0、西ドイツがリード。前半の8分にブレーメのフリーキックがキーパーバズの手をかすめてフランスのゴールを叩きました。アロス、
アロス。ボールがちょっと弱かったか。いや今のもね、ゆっくり前に回しましてね、いいんですよこれ、はい、ルメニがちょっとね前にパッとトラップして出てシュートっていう強気がやっぱりないですね。多分今までのゲームでコンディションあまり良くなかった線もあって自信をちょっと失ってますね。本来だったら彼パッと足で決めますよ。あれはこちらプラティニ、フェイレイル・ロルフ、プラティニマンツーマンマークのロルフ、そしてボールはアロフからコマセースが始まりました。1対0と西ドイツがリード。前半の残り時間はあと5分少々。右の足首に入りましたね、タックルが。まだマテウスは起き上がりません。今立ち上がったマテウス、マガト、マガト、ルメニエ、アロス、ルメニエ中央、回転、シュート、フリーキックで一本取ったプレーですね。今はちょっと肩に力が入りましたね。しかしそれにしてもフリーでシュートできるチャンスがあるんですね。はい、残っていたプラティに対してはヤコプスがマークをしていました。ヤコブスがスイーパー、あまり攻めには出ませんがね、最後尾でいますね。ですから21番のロルフが出た後はプラティにはヤコブスが来ますね。3番のブレーメン、ブレーメン、前半の41分を経過。フランスは1点を取られた後ゴール前でいい形を再三作りましたが、その後かえって西ドイツの方がゴール前ではいい形を作っています。マガト、ブリーゲル、これはもうブリーゲルの良さを出した方がいいですね。ブリーゲル持っていきます。エダー、左サイドは上がっていますが、右サイドは選手は上がっていない西ドイツ。中央にルメニがゆっくり上がっていきました。残り3分過ぎました、はい、西ドイツは1対0で終わりたいですね。だから無理をしません。逆に日がな、最前線にいるのはソピラ、プラティニがスピードを上げる。そのプラティニ、ボールが抜けた。前半の42分、フランスのプレー、ラグリー・ルメニング、ルメニング中央上がる、アロックス、ルメニング、フリーキックです。西ドイツフリーキックを得ました。前半の42分、しかし岡田さん、ドゥンメニゲ、かつてのドゥンメニゲならというふうな気もしないではありませんがね。ちょっとスピードが衰えましたね。コンディションが悪いのか、肉体的なそういう危機に来たのか、これはちょっと分かりませんが、スピードがないですね。でもうまいですよ、やっぱり。フリーゲル、フリーゲル、谷中さん、プレオンです。1点を浮かんす、残り時間前半少なくなっています。あと1分半、日がなはいいポジションにいますね。広いスペースを有効に使って、逆に今度は広い、ルメニゲ行く、ああ
何か注文をつけたルンメニゲス。こちら最前線にはプラチー遠いサイド後ろからアンバロス素晴らしいプレーのフランス、これを防いだ西ドイツ。またボールが上がった、ホイッスルありました、オフサイド。林が素晴らしい攻撃参加したんですがね、これは素晴らしかった。しかしね、そのシュートのチャンスを潰された後、ゴールのドイツのゴールの前で座ったですよ。だもんですから今反撃、こぼれたボールを拾ったのにね、はい、オフサイド取られちゃったですね。どんな惜しくてもやっぱりカットも戻んなくちゃいけませんね。前半の残り時間、あと手元の時計は30秒を切りました。1対0と西ドイツがリード。フランスもゴール前のいい形を何度も作りましたが、ドイツのディフェンスもしっかりしています。15分で止まりました。アトルキンジェリータイム。フランスの最後の攻めになるか、フェルナンデス、フェルナンデス、スルーした、フェルナンデス、プラチンを使ったフランスの見事なプレーでしたが、最後のその1点、さすがに悔しそうに今立ち上がって歩いて戻るフェルナンデス。フェルナンデスから3人出ましたね、そのリターンじゃないんですね、そのリターンはジレスに出てますね。その落下をさーっと走り抜けといて最後にもらう、一点消えた後のプレーなんですかね。いい形でしたが最後のパスがちょっと合わなかったですね。マガト、ドイツは時間の計算をしています。もう手元の時計45分は切りました。タイレートリードしている西ドイツの、まあ、おそらくこのまま前半はもう残り数秒の問題だと思いますが、柴田さん、西ドイツのこのタイレートというですね、前半の結果、これは西ドイツにとっては狙ってはいたでしょうけれども、いい形でここまで来ましたね。この通りですね。とにかく点があまり取れない、はい、セットプレーで取りたい、そしてなんとか守りたい、はい、この形がね、もうこのまま出たですね、ズバリと。今前半を終了しました。タイレート西ドイツがフランスをリードして前半を終了しました。一方のフランスにしてみますとですね、はい、自分たちの流れるような芸術的なサッカーが結局そのゴール前で最後までさせてもらえない、はい、だいぶ偉大なも残ったと思いますけれども、西ドイツはね、フランスの選手がボールを持つとトップに残るアロフとルンメニゲ残しましたね、はい、ゴールキーパー含めて9人がペナルティエリアの周辺にぐっと最後のラインを張るんですね、はい、でそこに縦に1本じゃなかなか破れません。あるいはそこにショートパスしてもね、相当体を張って防いでます。そういう意味からすると、さっきのように綾瀬あたり、あるいはアモルスあたりが外からえぐるという形を考えないと、なかなかドイツの守備は崩せないと思いますね。ロシトがいないというのはいかがですか。やっぱり痛いでしょうね。あれだけその天才的と言いますかね、勘のいいプレーヤー、突破できるプレーヤーが一人いないと、フランスにとってはちょっと痛手です。前回スペイン大会と全く同じ顔ぶれ、西ドイツフランス戦で準決勝の第1戦が行われています。前半終わって1対0、西ドイツがフランスをリードしています。1点を追うフランスが右のエンドに、そして左にリードした西ドイツがまた戻ってきました。準決勝西ドイツ対フランスの対戦、これから後半を迎えます。この試合の解説、岡野俊一郎さんです。今度はプラティニが中央、フランスの勝負で今後半が始まりました。そのフランスに対してはアンリ・ミッシェル監督、どんな指示が出たでしょうか。自信を持って私たちのサッカーやったらいいということだと思いますがね、それ以外ないですよね。
前半の8分に西ドイツのブレーメがフリーキックから1点を挙げて西ドイツが先行しています。左サイドから順目逃げ、積極的に行くドルフ、まあ、西ドイツにしてみればこの1点というのは岡野さん相当大きいと見ていいんでしょうかね。大きいですよ、ものすごく大きい1点だったですね。一人倒れているのはフェルナンデスか。そうですね、フェルナンデスですね。旗が上がりました。フランスボール、後半開始早々の1分、ゴールまではしかし40メーター弱、中央にベローヌが一人待っています。白いボールです。リガナの足に当たって出ましたね。このグアダラハラハリストスタジアムはこれまでブラジルがベース基地みたいな形でこの競技場で試合をすることが多かったんですが、そのブラジルが敗れてから会場内の応援が随分と変わりました。ドイツは右から上がったブレーメン、中央にルンメニゲ、ルンメニゲに合わせたい、コーナーキックです。西ドイツここでもう1点取ったら勝ちますね。2点目というのがそうしますと試合を左右する、まあ、あのフランスの方はね、ペナルティーより勝ちたいですね。あ、だから2点取らないといけませんがね、はい、延長戦の後のペナルティー複雑戦よりも勝ちたいですね。勝ちたいということですね。西ドイツは2点取ったら確実に勝てるという気がするでしょうね。フリーゲルカール目に行かヤコプス、マガト、会場内にも若干空席が目立ちますが、岡野さん、これブラジルの団体客が入っちゃったんですかね。そうですね、黄色と緑のブラジルの旗が大きく広げられているところがさすがに今日は入ってますね。今日はホテルのエレベーターの入り口に座りますというなんか掲示出てましたね。面白いもんですね、ああいうことやるのは。ブラジルの団体客の泊まっているホテルに余った切符を売りますというふうな広告も出ておりました。21番のロルフ必死でプラチに抑えてますがね、前半にもちょっと申し上げたようにこれら辺でのフリーキックあんまり数が多くなってくると危険ですね。ボールに対して右サイドですから、はい、右足利きのプラチにはここでは蹴りませんね。ボールが浮いたのがベローヌ、手前に戻ってくるのがジレス、プラティニはペナルティーエリアの中に入っています。このボールからすると遠い方のサイドにプラティニが待っています。プラティニヘディング中ですからね。そして打った、コーナーキックです。チャンスが続くフランス、1点を追うフランスの攻撃、後半の4分のコーナーキックです。ジレスが戻ってくる、ボールを置いたベローヌ、中央にボールが上がる、飛んだのはエダーでした。右側からアモロフ、手が上がって危ないプレー、危険なプレー、あー後頭部でしょうか、大丈夫のようです。当たってはいなかったですからね、飛び込んでいく前で足を振りましたんで、はい、今言われた通りね、はい、危険なプレーで関節フリーキックだと思いますね。またまたチャンスを迎えているフランス、そうですね、レフリー右手上げっぱなしです。そうなると直接狙えませんから、はい、対抗するでしょうね。ジレスがちゃんと流して
プラティニがシュートすると、はい、まあ、これが一番ノーマルな形ですがね。慎重に足場を決めた。ボールが上がる。場内からは不満の声。プラティニのね、素晴らしいゴールの隅に行くカーブのシュートを、はい、観客は見たいんですよね。それが枠を超えるとやはりプラティニに対してもブーイングが出ます。今日はプラティニこれでもったいないがいくつかありましたね。中央へ。なかなかペナルティエリアにフランスの選手入れませんね。西ドイツは前半の8分にディフェンダーブレーメがフリックを直接ゴールキーパーの手をかすめて決めています。1対0と西ドイツリード。1点を取られたそのフランスの波状攻撃も見事でしたが、よく防いできた西ドイツのディフェンス陣。前半同様西ドイツは気候を中心ですね。ゆっくりボールを回します。マラソン中央前線にルンメニゲ。西ドイツボールです。両足を挟む形でタックル入りましたね。何か注意があります。イタリアのアニョキテーブル。ロルフ、ロルフ、ロルフ、ロルフのシュート。いいシュートでした。こういうふうにプラチニをマークしているはずの選手がこういったプレーをする、フランスにとってはどんな影響ありますか？前半申し上げましたけどね、はい、彼の場合には前面に入られたと、フランスがボールを持った時はプラチニに効きますがね、ドイツがボールを持ったらちょっと上がるわけですね。あ、今イエローカードが1枚出ました。口で何か言ったんでしょう、はい、こういうのは決勝戦でね出られるかどうかという問題が出てきますからね。今のはマーソに出たんでしょうか。ドイツのコーナーキック。マガト、ゴール前 20m 弱、チャンスを迎えた西ドイツ。下がるか。一旦弾いてるだけにバックにとってはこういうプレーは小原さんかなり緊張あるじゃないですか。やりにくいですね、なんとなしにね、はい、まあでもその後いくかいいプレーしてますんでね、あのショックがもうなくなってるといいですけどね。パスは遠いサイドのポストに近づいている。打ちました。後半の8分の西ドイツのセットプレーでした。戻したプレーに対しては場内からブーイング。西ドイツとしては作戦上当然のことをやってるわけですからね、選手はブーイング平気な顔してありますね。アロスをつなぐ、壁を使う。今日はブリーゲルの攻撃参加が非常に目立つ日ドイツ。バグサにキガラにボールが当たりました。フランス1点を追うフランスです。左サイドバックのアモロス、もしベロも通りません。読まれました。止まって待ってるから読まれてしまうんですかね、今のケースは。そうすると西ドイツのディフェンダーがね、フランスのやはりやり方を確実に掴んでますね。ですから出足で持ってパスをカットする形が非常に多いんですね、はい。裏返すと今山本さん言ったようにね、フランスの選手ちょっともらうときの動きが少ないですね。こいつがありました。フランスボールです。エミリを絶やしません。アニョリンデブリ。この人がこういう風な笛を吹くんで、今日はそのエキサイトのシーンというのはまだありませんでしょう。あまりないですね。非常にゲームをコントロールしているいいレフリーにしますね。
あのこぼれ球をほとんどドイツに拾われてますね、はい、ですからペナルティエリアまで入ってこれないですね。必ず下への選手でコースを抑えておいて次の選手がこぼれ球を狙おう、はい、ファンチドイツのディフェンスの作戦ですね。いや、必ず拾いますね。ブラジル、これもダメ。フランスらしからのプレー。追うのは6番のエダピッチング取りました。フランスのフリーキックですかね。ここら辺からもうちょっとフランスはリズムを変えないといけませんね。一人一人同じようにスロートルパでポンポンポンとつながっててね、はい、パパッという変化がなかなか出てこないんですね。今日は緩急をつけるということですか。はい、そうです。同じテンポのパスがフランスの場合はつながってますね。それともう一つはサイドチェンジが非常に少ないんですね。あ、なるほど。フランスの大きな展開になります。フリードイツ、はい、文明人形を最初ベラーにしますね、はい、ここでルンメニゲとセナーの交代。ルンメニゲに対するベッケンバワーの監督の見方はどうだったんでしょうね。一応ご苦労さん、ご苦労さんだと思います。ここまで、はい、これで得点を取るのが主な仕事としているベラーが入ってきましたから、あげる届きませんでした。フランス、プラティニ、プラチニはほとんどトップに残り始めましたね。しかし今のも選手交代のその感激をつくようなプレー、はい、集中力の問題ですね。ああいうところは一度一度もそういう点ではきっとまだまだフランスの攻めをねいい形で守ってます。後半の12分のフランスのプレーでした。対例まだ西ドイツリード。フランスの前線の選手がね後ろに戻ってもらう動きがなくなって、はい、前でくれ前でくれという形ですね。あ、なるほど、はい、そうするとパスのコースが非常に幅が狭くなります、はい、それではこの西ドイツの選手は崩せないですね。ボッシュ、今日はこのボッシュもよく上がってきます。フランス、フェルナンデス、早く中央に待っているプラティニ、そしてその前に上がっていったソピラ、旗が上がってフランスボール。後半プラティニから作るという形がほとんどないんじゃないですか。ありません。プラティニはもうトップに今のところは残ってて点を取ろうということばっかり考えてますね。プラティニがファウルを受けてフランスボール、ボールが上がって逆サイドメローヌ、落としたボールのフォローは抜いた、際どいプレーにする惜しいチャンスでした。フランス逆に今度はフェラー、危なかったですね。西ドイツはね、西ドイツの選手のクリアミスがフランスやっていましたからね、はいはい、完全にオフサイドのポジションなんですが全然オフサイドにはならない。もうゴールポストギリギリのところからプレーが始まったですね。相当心臓がキュッとなったんじゃないでしょうか。西ドイツの選手、ベッケバワー監督、このくらいのサイドチェンジをもう少し多めにしないと、はい、フランスは西ドイツのバックとしてないですね。手を挙げたプラティニです。後半ややアモロスが前に出るようになりました。フランスの攻撃、1対0と西ドイツがリードしています。早く、これも大きい、こういうプレーはね、はい、こういうワールドクラスでもたまには出るんですがね、正直言いまして味方の選手がちょっと気落ちするんですよね。全くノーマークでクロスが出ると思っているところでね、もうそれがゴールの裏側に来たわけですからね、いい感じになるんですね。まあ掴みかけたリズムを崩すことにもなりかねませんね、後半の15分、1対0西ドイツが前半8分に上げた1点をまだ守っています。マガとベラーとつなぎます。
ットカーブ。いや、今のは。しばらくぶりにフランスのエンドに入ってきた西ドイツ、倒れたのはアロフ。ホイッスルです。いや、プレーオンです。これを決めての強振りの応えるジネス。中央からティガナ、つないでオフサイド。この前にトラピンのポジションがオフサイドですね。今のも綺麗な形を作りました。中盤の3人が実に綺麗な形を作りましたが、このもう受けた段階でオフサイドを取られたプラティニ。今なんか時計を指さすようにして言葉を交わしたプラティニ。ちゃんとインジュアリータイム取ってんだろうなということでしょうね。レフェリーが1対0で負けてるわけですから、こういう時間をね、インジュアリータイムにきちっと取ってくれないと追うフランスとしては苦しいわけですね。倒れているのはフェルナンデスでしょうか。だと思いますね。もうストッキングを下ろしているのを見てすぐ大体の想像がつくんですが、やはりフェルナンデス。どうも岡野さん、もう一つフランスはなんかお互いの糸が切れてるような印象を受けて仕方がないんですがね。その通りなんですね。とにかくフランスらしいリズムが出てこない。一つはプラティニがトップに上がりすぎてる。つまりどうしても点が取りたいということで、はい、組み立ての役目っていうのをほとんど7割捨ててますね。7割攻めで3割だけが時々中盤引くという感じ。そのためにリズムが全然出てこないですね。マガト、ベラン、そしてフェルナンデス、ナイデスとビラー、中央ゆっくり上がるプラティニ。後半の18分のプレー、フランスの見事なストピアの突っ込み、そしてこれを跳ね返したシューマッハ。チャンスが続いているフランス。西ドイツとフランスの選手が一人ずつペナルティーエリアの中倒れている。今起き上がったアンボロス。フランスの波状攻撃はまだ続く。イエス、前に3人、出してプラティニ。舞うようなプレーを見せ始めたフランス。まだ1点を追っています。フランス、下げてアンボロス、中央にプラティニ待っている。ボールが上がってプラティニが飛んだ。西ドイツボールに変わります。岡野さん、今解説伺う暇がありませんでしたけどね、はい、もう攻めの連続ですからね。しかしこの最後なんかでもね、プラティの頭を狙うようになっちゃフランスらしい攻めは組み立てられませんね。もちろん彼ヘディング強いんです、はい、だけどもフランスの攻めというのはティガナ、ジレス、プラティで作る中盤からの崩しですからね、はい、それが全然出てこない。焦りでしょうね。しかも今の攻撃の始まりはこちらが自分でドリブルと持ってきてのシュートでしたね。うまく倒してまたですね。あれはシュートの瞬間ルアーとついてましたね。ティガナ、いいボールを出した。今のは打てませんでしたか。でそれにしてもね、ちょっと今ボッシュ上がったのノーマークだったのはね、西ドイツのディフェンスちょっと危険でしたね。リズムとしてはここでゆっくり持っていて、一応シュートの形まで作っておきたいですね、はい、エーダーです。6番エーダー、ディフェンスに返っているバジストン。こうなるとこの間に西ドイツのディフェンダーは多少休みます、はい、そしてまた次のフランスの攻撃に対処できますんでね、はあはあ、ここは西ドイツとしてはシュートの体勢までなんとか持っていきたいですね。アロップ、マテウス、今日は1点を許しているフランスのバッ
イッスルありました。後ろからのタックルに対するホイッスル、ちょっとしなさい。これは関節フリーキックです。ブラジルがずっと上がっていきました。選手交代ですね、 ですね、はい、16番のベローヌを下げます。フランスは16番のベローヌを下げて20番のテレブを入れます。20番のテレブを入れました。今大会初めてフィールドに姿を現したテレブ20番ブラジルが最初のオフサイドを取られますね。アテリこの現れですね。完全にオフサイドですね。後半の21分納得のいかない様子のブラジル、ハイレート1対1がリード。それで持っていくマガト、これもオフサイドです。ベッケンバーワー監督、そうですね、ベッケンバーワーは全然ベンチの位置に座らないんですね。その横にケペルコーチがちょっと映りました。一方のフランスは誰もベンチから出ておりません。今選手交代がまたあるのか、2人の選手がウォームアップを開始しているフランスです。なかなか点が取れないフランス、これに対して1対1は前半の8分に1点を先行。その後もフランスの攻撃をよく耐えています。アキルスコチがキラに対してマークはベルサー、キガナプラチに通らない。今のプラチの動きなんかいかがですか。いいですよ、あれはもう非常にいい縦の鋭い突っ込みでしたがね、ああいうのを繰り返すことはもう仕方がないんですね。とにかくペナルトリアの中で突破を図らなければいけない。そのペナルティエリアの中に入る選手に出すパスがほとんど、はい、一度一度の中盤あるいはゴール前を固める選手たちによってですね、ほんのちょっとだけど足にパッパッと出すことによってね、コースが抑えられてるんですね。 あるいは変わってしまうんですよ。おし、アーマロサイドチェンジといっても小さいでしょ。これではパスが揺すぶられませんね。かわしたアマロス、テレブホイッスルありました。フランスボール、決勝戦進出をかける両チーム、フランスはまだ決勝戦の経験はありません。このフランスが同点に追いつくチャンスを迎え始めた。今でもね、ギネスからアモロスに出すパスがね、アモロスがもらうタイミングが全然違ってるんですよね。ですから即シュート狙いたかったんですが、シュートができないんですね。オフサイドです。あ、一人フランスの選手が倒れています。またフェルナンデスか。一点負けてるんですからね、はい、こういうことで時間をやるとインジャリータイムいくら取ると言ってもね、損ですよね。あ、なんかかなり何かに対して注目つけています。ファールをされたということですよ。あ、ですからそのファールをなぜ見てくれないかということですけれどもね、はい、そんなこと言っても仕方ないんですね。それはレフリーの判定することですから、それよりも一点負けてるというチームとしたらね、あれやっぱりパッと起きてすぐプレーに入るべきですね。しかも時間は前半の間もなく20分にな、後半の間もなく20分になろうとしています。アロス
カロップ、マスト、カロップ、そして長戸。ドイツの今マガツがいいディフェンスをしましたね、はい、実にいいディフェンスをしました。シガナがドリブルしてるトップの選手が誰か一人からちょっと行くとパスのコースが三角でできるんですね。それが全員がちょっと前上がっていくからシガナドリブルはできるけどパスのコースが見つけられない、はい、そのためにタイミングパスのタイミングが遅れる、後ろからマガツが行ってディフェンスすると、はい、繋いでいます。中央に3人上がっているフランス、ボールが低い、低いボールを出した。ライナー性能に合わせて1ピラーくらい取り込ませたいというところなんでしょうかね。ドイツの交代、ジレスを下げます。フランスジレスを下げてベルクリスを入れます。ベンチのプレイヤー24歳184センチのベルクリスを入れます。これまで代表の経験はワールドカップの前に2回代表の経験があります。大きい選手ですからね、トップで空中戦をやろうという意図かもしれませんね。ジレスの調子が悪いということはあるんですか。いや、それよりもトップで空中戦をということかもしれないですね。オフサイドが来ております。今日はそういえばこちらの頭を使うヘディングの攻めが大事なものになります。これもオフサイドですね。フランス2人選手変えましたね、はい、今までもちろん攻めてる時には余裕を持っての交代はあったんですが、1点を追っての2人交代というのは今までなかった形ですね。アリンジしますとね、これまで両チームは戦前を数えまして6勝6敗4引き分けと互角の勝負、そしてワールドカップではスウェーデン大会でフランスが西ドイツを下し、前回の県大会では3対3の引き分けの後 PK 戦を演じて西ドイツが決勝戦に進んでいます。フランスはなんとこの決勝でこうでしょう ね、ここまで来てこれだけのチーム力でね、はい、しかもフランスというスーパースターがもう働けるこの後のことを考えてもやっぱりこの大会でなんとかカップに手を届かせたいと、その気持ちはフランスに十分にあるはずです。そのフランスが今日は悩んでいる。はい、ドイツがリード、オフサイド、今注文をつけたベレルが呼ばれます。アプラティンが中に入りました。そうですね、ブラジルがキャプテンらしく並べましたね。マガト、フランスボール、1点リードされててなかなかその得点が返せないフランスにとってのそのあと残りの15分というんですが、これ岡田さん、ますます焦りが出てくるもんですか。出てますよ、どうしてもこれは。この旗が上がりました。旗が上がってオフサイド、ベルブですがね、はい、ちょっとテンポに乗れませんね。こういう形でオフサイド、オフサイド繰り返してますよね。これだけオフサイドを繰り返すと選手間の中の精神的な影響というのはどういうものがありますね。せっかくいい形作ったのに、オフサイドにしてしまうというと、はい、どうしてもそういう気持ちが出てくるんですね。ただまあチームですからね、そういうのが維持続きはしませんけどね。それをまた逆にこう締めて自分たちの人物に引き戻す役を誰かしなきゃいけませんね。それはもうキャプテン、プラチンの役目ですね。受けていたマガト、ミッドイツはこれで OK、 コーナーキックということですからね。後半の30分を経過して残りあと15分、優勝候補の一角と言われていたフランス苦しんでいます。
そして苦しみながらここまで上がってきた西ドイツが画面有利な状況であと残り15分を迎えようとしています。そしてコーナーキック、案外こういう時に手になることがあるんですよ。3つ目のコーナーキック、危なかったですねやっとしましたね今。フランスのあの綾夏織物のようなあのプレーはどこに行ったのか。ゴール前で悩んでいるフランス、ボールはタッチを割らない、そのまま持っていく、中央からフェラーが上がってくる、西ドイツボールを上げる、アクションよく行きました、戻ってくるフランス、クラッシュに通りません。マガト、マガト行きます、後半活躍するマガト、中央スピードを上げるフェラー、抜いてセンタリングを出す、フランス疲れましたね、5人のディフェンダーが航路に上がっていかなくなっちゃったですね。ハイレートリードしている西ドイツ、残りあと12分50秒、ホイッスルありました、ホイッスルあって西ドイツボール、あー倒れた後岡田さんね、はい、レフリーが吹いてくれたのかなと思って顔上げて見てましたねもう西ドイツとしてはとにかくフランスゴールの近くでフリーキック、コーナーキックのチャンスを作るというのがもう完璧に一番いい作戦ですからね。前半8分の1点もこの位置と非常に似たような位置からでした。フェラーとクリーゲルが左サイドにいますからね、はい、2人ともヘディングは強いですからね。そうしますと上げてくるのか西ドイツ、シュートのコースもありますよ、転がすと3番のブレーメ、このブレーメ直接行きました。岡田さん、今みたいなケースはもう直接行くというサインの選手の中に知れ渡ってるわけですか。いや、そういうことはありませんけどね、ちょっと流してというのはこれは逆にもう向こうの選手がそれ知ってたら迫力がなくなってバックが引っ張られませんね。はい、久々にボールに行ったフェラー、変わったフェラーですが今日はまだ活躍の場がありません。西ドイツ対レート、西ドイツリード、みんな引っかかるんですか、ね、ね、はい、ほんのちょっとですがパスお互いにもらうという呼吸があってないんですね。逆サイドですね、フェルナンデス、マガト抜けた、マガト走れるか、スピードを出せるか、タックルに行きましたフランスディフェンス。後半の34分、準決勝の第1戦、今日はもう一つの試合がアルゼンチンとベルギーの対決です。勝った者同士の決勝戦になります。リード、有利な状況で試合を進めている西ドイツ、上がったボール飛んだのはバック、先に飛んでおきたゲレル、23番のゲレル、戻る西ドイツのディフェンス、ボールはフランスボール、オフサイドですね、オフサイド、もったいないですね、やり直しにしてくれるか、オフサイドで取るか、オフサイドを取りました、片手を上げて関節フリーキック、オフサイドを取りました、今のはプラティンがつけたんですかね、そうです、ボールを上げたのは、はい、もうそのままちゃんと打たせて出したんですが、オフサイドですね、
ランスには今日緩急の変化があまりありません。何かズルズルと言ってる感じでここまで来ています。西ドイツが1点リード。落ちたボールをフェラーがフォローに行きます。そして逆サイドに上がっているアロップ、さらにフォローに上がってきたエダー、こいつはありません。フランスの攻め、ここから組み立てなきゃいけませんがね。フランスは一発狙いですね。もう出したいプラティニエ。岡野さん、あの1本のトスというのは多くなってきませんか、フランスは。ですからね、組み立てなきゃいけないんです。ここは組み立てるというためにはね、プラティニがやっぱりもうちょっと引いて9番の組み立てに1回絡んだ後トップに出ていかなきゃいけませんね、はい、それがトップに上りきりですからね。ホイップがあって西ドイツボール。後半の残りもあと8分半。フランスはやや疲れたか、腰に手を当てている選手もいます。ドイツの10番マガトは今日は後半活躍しています。フェラー、フリーゲル、フリーゲル中央、フリーゲルの中央突破はなかなか迫力があります。展開してベルプリ、スクリーンプレーがうまくつながらない。フランスはこんなはずじゃないんだなって気持ちでありませんかね。全然自分たちのリズムが作れないんですね。そのうちに焦りと同時に疲労が多少見えてきて、はい、動きが少なくなってきてますね。こぼれたボールをほとんど西ドイツの選手がフォローする形、そしてまた組み立て直したというフランスのパターン。あのにはこのキガナですね。キガナがどれだけもう一つ最前線の組み立てに加われるか。中央にこういうボールが今日は取れません。フランス、ダブル西ドイツのカウンターアタック、ディフェンスは3人、そして攻撃は2人です。オフサイドですね。オフサイド、アロックス。今はねフランスのディフェンダー3人しかいなかったです。それに対して西ドイツのフォワードはねスタッとフォローした中盤の選手含めて5人いたんですね。もうフランスにはそのスピードを出して戻ってディフェンスという余力っていうのはちょっと感じさせません、ね、ないですね。中央からフェルナンデス、フェルナンデス久々に上がる。キガナがああいうボールを取られてしまうような状況です。そして旗が上がりました。ベラーの見せたかと思いましたが旗が上がってフランスボール。後半の残り時間があと6分半。1点を追うフランス苦しい展開してディフェンダーのボッチ上がっていった。クエレブ、岡野さん、西ドイツは1人が行く、そしてボールのコントロールを相手が失うと間髪を入れずにもう1人が行くという形ですね、はい、プラティニです。久々にプラティニ作れるか、ボールが上がる、合わない、フランスプラティニ合いません。キガナ拾いましたね。まだありますよ。これはキガナが今度は変わって入る。キガナがサイドからボールを入れる。スルーしたがダメ、フランスボールです。アモロス、ファウルを取りました。注意をします。マニョリン、レフリー指示をするシューマッハー。蹴るのはアモロ、中央にプラティニ待っている。そしてボッチも上がっている。アモロスが上げる、飛ぶのは飛び切れません。プラティニが相手の選手の上に両手を乗せましたね。いや、プラティニじゃありません。今のは15番ですね。ベルクーズ、